俺の名前はシンジ。俺が働いている会社で新しいプロジェクトがスタートすることになった。おはようございます。リーダーは本社からやってきたユリ。年齢は俺と同じ30歳。ハーフのような顔でスタイルも抜群なので、男性社員のテンションは爆上がりだった。しかも一流大学出身という非の打ち所のない完璧な女性。しかしユリはザ・女王様のような性格だった。無茶な要望を押し付けるだけでなく、コーヒーを買ってこいなど。コーヒー買ってきて。メンバーをこき使うことがよくあった。ミスや遅刻をしたメンバーにはやる気がないなら帰ったらと、かなりきつい性格で、俺は正直苦手だった。そんなある日、耐えきれなくなったサブリーダーがプロジェクトから外れて、俺がユリの補佐をすることになった。とにかく彼女の考えを知る必要があると思い、二人で飲みに行った。いらっしゃいませ。予約してるものですが。意外にも彼女は会社を出るとよく笑う素直な女性だった。おいしい。気は利くし、店員さんに対しても横暴どころかとても謙虚な態度。お待たせしました。ありがとうございます。会社にいる時とはまるで別人ですね。なんで会社ではあんなに厳しいんですか？私ね、女だからって舐められるのが嫌なの。以前のプロジェクトでは本来の姿でリーダーをやってみたものの、メンバーにバカにされて言うことを聞いてくれず、うまくいかなかったそうだ。話をしながらユリは酒を飲みまくり、泥酔状態になった。どうせみんな私のこと邪魔者だと思ってるんでしょ？そんなことないですよ。というか、そろそろ終電なくなっちゃいますよ。ええの、今日は帰りたくない。結局終電がなくなってしまったので、俺の家で飲み直すことになり、彼女はそのまま泊まっていった。ちなみに何もしていない。翌日、ユリを部屋に残し、俺は先に出勤した。いつも出勤が早いユリの姿がないことにメンバーはざわついた。なんだかんだ彼女がいないとプロジェクトが進まないから、みんな困っていた。午後、ユリが出勤。俺はわざと深刻な声で彼女を呼んで会議室へと連れて行った。ユリさん、少しいいですか？説教？あれ、何だったの？後ろではメンバーが説教か？とひそひそ言っている。どうして起こしてくれなかったの？起こしたけど反応がなかったから。最悪、メンバーに示しがつかない。しかも午前中に提出する資料があったのに。それなら A さんがやってたよ。え？あと X 社のデータまとめは俺がしておいた。それからプロジェクトは協力して行うべきだと彼女に伝えた。日頃の言動についても誤解を招いて損になるとはっきり言った。一度飲みに行った後だからなのか、ユリは話を聞いてくれた。わかった。会議室を出た後、彼女はメンバーに遅刻したことを謝罪して、フォローのお礼を言った。それからというもの、ユリの態度は大きく変わり、チーム内の雰囲気も良くなっていった。そして数ヶ月後、プロジェクトは無事に成功を収めたので、彼女は本社へ帰ることに。メンバーでプロジェクトの打ち上げをした後、二人で飲み直すことになった。お疲れ様。乾杯。最後なので思い出話をしていると泣きそうになったので飲みまくった。翌朝、目を覚ますと俺は彼女の部屋のベッドにいた。どうやら今度は俺がお持ち帰りされたようだ。やべ。時計を見ると出社時刻を過ぎていて、慌てて出勤した。シンジ君、ちょっといい？はい。あのさ、昨夜の責任取ってほしいんだけど。いえ、泥酔はしていたけど記憶は残っている。彼女に手は出していないはずだ。その、冗談よ。遅刻気をつけてね。ちょっと待てよ、責任取る。気づいたら叫んでいた。どういう意味よ？こういう意味さ。ちょっと、ここ会社だよ。そんな彼女が今日俺の嫁となりました。